がよく集まっているジジイに本気で来るんだな。やりっこほう。覚悟はいいか？なんだと？やりっこほう！
覚悟はいいか？雑魚どもだ。覚悟はいいか？覚悟しやがれ！うまそうじゃないか。セルの野郎を見つけてもお前は手を出すな。絶対に勝ちます。ビッグバン。このベジータ様とやり合えるとはなかなか。何か腹に入れておくか。僕は少し空腹なんですが。ザコどもだ。
8号たちの姿が見えん。この辺りのどこかの島に隠れているな。よかろう。聞こえるか、18号。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。わかった。現れんか、面倒をかけやがって。貴様はベジータ。貴様がセルか。あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに、貴様が。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。この俺の力を味わってもらおうか。これから地獄を見せてやるぞ、メイズ。そいつは楽しい。どうした、人間でもしてやがるのか。この程度で生きがるんじゃない。どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。バカな。貴様はベジータだろう。違うのか。違うな。俺はスーパーベジータだ。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど、すげえ。あれが新しいベジータか。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。人造人間たちだ。こんなところにいたのか。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。ちくしょう。完全体に。貴様が完全体になりさえすればこの俺には。その通りだ。絶対に負けません。
よし、10メートル以内、このコントローラーで18号をストップさせても、チャンスは今しかないんだ。じゃあね。お前は…あれは…まさか緊急停止コントローラー…なぜあいつが…ブルマさん…ごめん…え？うまく逃げるんだ、絶対セルに吸収されないでくれ、頼む。なぜだ、なぜそいつを壊した、チャンスだったはずだろう。それは私が完全体になりさえすれば、パワー、スピード、技、頭脳、精神力、全てにコンピューターはそう答えたんだ。あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなれば、この俺に勝てるというのか。何度同じことを言わせるつもりだ。貴様となら間違いなく勝てるぞ。ほう、父さん、まさか。お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ、戦ってみたいだろう。完全いいだろう、貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい、行け父さん。父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞ。おいベジータ、こいつは何とかしてくれよ。18号、あんなところに隠れていやがったのか。おーい、セルに見つかったぞ。しまった、完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞ、トランクス。おのれ。ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている、あいつを完全体にしてはいけないんだ。ふん、情けないやつめ。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない、地獄のような未来はもうたくさんだ。強くん、しまった目が。やめろ。18号、いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。出来上がりか。ついにセルは18号を吸収して完全体へとなった。18号を吸収され、
クリリンは怒りの拳をセルに向けるが、圧倒的な力で返り討ちにあってしまう。トランクスが預かっていた線図で一命を取り留めたクリリンは、完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべセルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、ベジータとの戦いの幕を開けよう。進化は究極へ、全てを圧倒する完全体。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。どうやら思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。そういうのはどうだ。やめるな。たまれ。はっ、これがスーパーベジータか。すぐに終わらせてやる。ビッグバン。おやおや、差が大きすぎて戦いがつまらないとお前が言った言葉をお返し。さてと、そろそろ殺してしまうか。何してんだトランクス、早く助けないと本当にベジータは死んじまうぞ。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうより。そりゃそうかもしれないけど、父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。しぶといな。まだ今すぐ楽にしてやるぞベジータ。
ランクス。お前を殺すぞセル。強気なセリフだなトランクス。クリームさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。うん。トランクスの気が極端に小さくなった。セルの気はでかいまま。大変だ。お前にもベジータにも随分失望させられた。最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、時間があればさらなる。やってみなけりゃわからん。だが可能性がないわけでもない。次の質問だ。孫悟空は何を。悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。明日には戦う。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会。10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ。お前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会、そいつを再現してやろうというのだ。ただしお前たちの相手は私一人でいい。一対一で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦う。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通し。待てセル。武道大会の目的は何だ。そして最終目的は。武道大会の目的は強さの確認と全世界を恐怖に陥れる。最終目的は特にありはしない。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。それでは楽しみにしているぞ。その後トランクスは戦図で回復したベジータとクリリンにセルが提案した武道大会。俺たちを使って遊んでやがる。ちくしょう。俺、悟空さんたちが出てきたらもう一度。貴様もカカロットも必要ない。この俺がまたあの部屋を使えば済む。俺も大会に出る。頼む、俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれ。やっふざけるな。貴様もドクターゲルの作っ。いいよ、俺が連れてって頼んでやる。強い仲間が一人でもたくさん欲しいからな。クリリンさん、心配しなくていい。こいつは多分悪いやセルに飲み込まれたあの二人だってそんなにひどい。お前のいた未来の悪い人造人間とは違うんだよ。ワン、おめえはオラの考えてた以上に強くなってくれたみてえだな。そうかな。僕にはがまだまだおめえは強くなれるし、本当は今だって力出しきれてねえだけだ。そろそろ修行の仕上げに入ってみる。仕上げ。ああ、いつもよりもっともっと本気でかかってこい。父ちゃんをぶっ倒すつもり。そんな、倒すのは無理だと思うけど、できるだけやってみる。
から、オラに見せてみろ。ワン。はい。やるな、ごはん。こっちも行くぞ。コントロールはバッチリみてえだな。はい、終わりだ。どうしたコラ、もっと怒ってみせろ。さらに超えるか。やっとスーパーサイヤ人になったばかりで。それについては、そのために今のオラたちがやれっことは、スーパーサイヤ人になれ。あ、これから寝るときイゲはいつもスーパーサイヤ人でいて、それがまずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かない気分を、その後改めて基本的な修行からやり直し。遠回りのようだけど、それがスーパーサイヤ人を超える、はい。セルはトランクスに武道大会の開催を告げた後、とある荒野に自ら武舞台を作り上げた。その後テレビ局に乗り込んだセルは全世界に向けて流し、セルゲーム、セルただ一人を相手に何人でも参加可能な部、そして参加選手全員がセルに負けた、その宣言が冗談などではないことを証明する。このセルの行いはたちまち平和な世の中で弱体化した軍や人々は忘れていた。そして人々は知らなかった。ベジータたちサイヤ人孫悟空の孫
そ、何がセルゲームだ。まさか本当にテレビであんなことを世界中に放送するなんて。セルに全員負けたら世界中を。おかげで世界中が恐怖で大パニックだ。悟空さんたちはあとどれくらいで出てくるんでしょうか。丸一日までにはまだ丸一日ちょうどで出てくるとは限らんぞ。焦ることはない。まだ勝負の日まで9日もあるんだ。孫たちの木だ。あいつらもう部屋から。なんだと。なんでこんな早。あれ、やっぱベジータもトランクスもセルの木も感じっから生きてる。あれはご飯か。なんだあいつら。あれはスーパーサイヤ人か。いや雰囲気が少し違う。ごく何があったんか教えてくれ。あ、はい。実セルゲーム武道大会か。面白い。ミスターポポ、オラの道着捨ててねえか。ピッコロさん、僕も新しい服が欲しいです。わかった、かっこいいやつをプレゼントしてやる。は、ありがとうピッコロさん。で、どうなんだ、セルを倒す自信はあるのか。わかんねえさ。完全体ってやつになった。これからちょっと見てくっから。孫悟空か。ああそうだ。どうだ、ここが世界の運命を決めるセルゲームのリングだ。運命を決めるにしちゃせこいリングだ。そいつが完全体か。そういうことだ。試合には必ず出てやる。それまではもう誰一人殺すんじゃねえぞ。いいな、いい試合になりそうだな。あそこまで強くなっていっとかな。どうでしたか悟空さん。正直あそこまですごくなってとは思わなかった。やってみなきゃわかんねえが、まあこのまんま。もう一度精神と時の部屋を使うがいい。いや、オラとご飯はもういい。下界で修行する。9日間もありゃなんとかなる。なぜだ。あの部屋は生涯で2日間しか入っていられないが、お前たちならまだ丸一日は。パソコンの中何もしなくても相当体にきつい。十分に休み。やれやれ、さすがのカカロットさんも部屋の過酷さにとうとう根を上げたか。かもな。だがこれ以上無理に来ていてもつれえだけで。でもおめえたちがまたあの部屋に入るのに文句を言ってるわけじゃねえ。なんだと？気に入らんな。今の言い方だと貴様の方が俺より実力が上だと言っているよ。あ、ずいぶん上だと思う。何？じゃあみんな、おたげ頑張ろうな。武道大会でまた行こう。ご飯。あ、はい。武道大会セルゲームまで。
精神と時の部屋での修行を終えた悟空とご飯は疲労した体を休めるため自宅に戻った。3日休んで3日特訓、そんでもってまた3日休む。ねえお父さん、本当にそれでいい？いいからいいから。悟空さん、ちょっとうちさ戻っ父